やっべ、忘れてたー。アロー、はい、このチャンネルは私、平成元年まで向けがロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮抜けます、金目配っていけどねということでございます。本日つきましては、タグホイヤーですね、彼らの方つけております。はい、ってことで忘れてたんですよ、私。うん。今日忘れてて、あ、やべえっていう話なんですが、私の動画、まあ、YouTube って、その、人気の動画みたいなのがあるんですよね。まあ、ここ最近で、どのぐらい再生されたみたいな感じで、その上位のやつがこうガーって出てくるんですけれども、それはね、下の方にめっちゃ前に上げた動画がね、ポンって上がってきたんですよ。うん。その時にね、はって思い出したんですよ。その動画がこちら、はい、ドンと。いうところで、このね、皆さんご存知、ほぼデイトな、うん、結構ね、再生させていただいた、吉田さんの、ね、吉田さんの、ほぼデイトなの、エルプリモデルのゼニスの、ね、モデルがね、こちらがね、動画として上がってきたんですよ。で、あ、忘れてたって、これ9月発売だったんですよね。はい。で、その話、今日していきたいな、というふうに思います。はい。このチャンネルではですね、時計をね、GMTSS を、探している私がですね、正規店購入して私が、皆さんの情報をもとにですね、正規店に通って、ロレックス正規店購入するために、頑張るチャンネルでございますので、ぜひね、よろしくお願いします、というとこでございます。はい。本日はね、ロレックスの話ではないんですが、まあ、ゼニスの、話ですね。もうね、こう、ほぼデイトね。まずね、この時計の、アップデート、まあ、情報、まあ、知らない方に、言うんですけれども、基本的には、中に L プリメロを搭載してますね。L プリメロっていうのは、ちょっとまあ、私もその初心者なんで、まあ、あれなんですけど、教えてもらったんですけど、昔そのデイトナーとかにも、乗ってたっていうね、乗ってたっていう表現になってますかね。うん、まあ、その、使われてた、中のムーブメントが入ってる、うん。それってのはゼニス社の中のムーブメントなんですけれども、まあそれをね、積んでる、まあエルプリの、うん、ほぼ見た目デイトナやないかいというところで、出てるんですけれども。で、こちらの吉田スペシャルさんモデルっていうのを、発売されるって、これ発表された時に私動画上げたんですけれども、まあそれがね、結構前だったんですよね。で、まあ、何ヶ月か経っても私もすっかり忘れてたんですよ。まあ、基本的にはま、GMT マスター、ロレックスの GMT マスターを探してますから忘れてたんですけれども、まあ、そういう風に動画上がってきましたので、あっと!やっべ、忘れてたって、どうなってんのって、ちょっとね、そのね、情報アップデートというところをちょっと見ていきたいなと思いますね。はい、ちょっとね、サイト見ていこうと思って、ちょっとびっくりしたんですよ、これ。本当に。あん時言ってるの全然違うというか、なんか追加されとるみたいな感じ。ちょっと見ていきましょうね。で、吉田さんってね、本当にね、由緒正しきね、時計店さんらしいですね。まあ、ちょっとね、見ていきましょう。これめちゃめちゃかっこいいですからね。まあ私前も動画上げたんですが。で、限定モデルでこういう風に出てるんですよ。いや、めちゃめちゃかっこよくないですか、これ。これ。うわ。久しぶり見たんですけども、やっぱかっこいいですね。ね。クロノグラフでね。ほぼデイトナですね、これね。すごい。ゼニスって書いてありますけれども。これが、2021年9月以降発売予定となっておりますね。これね。多分ね、これ、買おうと思って多分私のその動画見ていただいた方が多分ね、おられるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。でね、こうやって見ていくと、私が前上げた時よりもなんかね、追加されてるんですよね。これね、かっこいいですよね、これね、本当に。クロノマスタースポーツ、エルプリメロ、吉田スペシャルエディション。うわ、2,978,800円。これね、300万近くしますね。これホワイトゴールドみたいですね。はい。うわ、で、ラバーのね、バンドでですね、これかっこいいですね。世界限定10本。この、ねえ、これ世界限定10本になってます。で、このね、左の、このクロノマスタースポーツ L プリメロ吉田スペシャルエディションっていうのは、一回ね、限定100本になったと思うんですけど、また50本に、やっぱね、人気だから、戻ってますね、これね。はい。で、ここもね、ちょっと、数字が変わったのもちょっと驚きだったんですけれども、まあ、これね、文字盤が違う。のも出てますよね。2021年9月というところで、これも出てますよね。うん。
で、これね、またね、下の方に行くと、またね、新しいのが、出てるんですよ。ほら、このね、右のやつとかね。わあ、これですよね、これ。これ、この、エヴァーローズゴールドみたいな色のやつね。これね。これもかっこいいですしね。あと、この、まあ、白文字盤で、なんかこの、クロノグラフが、すべての3つの色がちょっと違うやつとかね。こういうのもありますよね。やっぱあ、黒もかっこいいな。っていうところで、ちょっとね、新しいモデルがね、追加されて、しかもね、なんか限定数とかもちょっと変わってるし、いや、めっちゃかっけえなっていう話でございました。多分ね、こちら、ですね、私の動画で結構その、もう、結構前に上げた動画なんですけども、それがこうガーって上がってきてるってことは、多分皆さん興味持たれて、どんどんね、買われてる方いると思いますので、でもすごいですね。これ買うってことは、限定50本のやつを手に入れたとか、限定10本を手に入れたとかっていう、そういう話だったりするんですよ。でもなんかね、意外とね、予約したらね、予約受け付けてもらいましたよっていう、連絡も受けましたので、いや、めっちゃいいと思いますので、もしね、これ買われた方、おめでとうチャンネルをやりたいんです、私は。おめでとうチャンネルやりたいし。やっぱね、こういうホームページで見るよりも、写真ってまためっちゃかっこいいっすよね。実際携帯で撮った写真って、これカシオークの時もそうだったんですけども、やっぱその、なんかその携帯で撮った方がなんかリアルというか、よりリアルっていうね、感じがしてね。本当にね、ちょっとね、かっこよく見えますよね。もしよければ、ムケオの方に、そのね、こう、写真送っていただけませんでしょうか。という話なんですよね。まあ、おめでとうチャンネルやりたいというところもありますので、いやいやいや、めちゃめちゃかっこいいな、というところでございました。ついに、もうね、この時期が来ましたね。もう9月ですね。あの時、動画を上げた時、あ、9月って結構先の話だったなと、なのかなと思ったんですけども、すぐですね。すぐ来ました。で、もう9月が来て、ね、これ、発売になりそうですよね。でもなんか9月以降ってなってんだよな言って。9月以降になりますので、もし、買われた方、良ければ教えてください。はい。という話でした。まあ、情報アップデートというところで、これめちゃめちゃかっこいいんで、多分もう予約とかって、ちょっと完了されてる方絶対いますよね。それでもまた50本ってことは、やっぱ、ちょっと増産みたいなのもあったのかもしれませんね。で、まあまあ、多分もう、電話すれば、予約受け付けていただいたっていう、話もありましたので、多分それを受けて生産とかにもなるんじゃないですかね。はい。というところで、はい。本日ね、ちょっとね、忘れかけの人に、あ、そうだ、買わなきゃっていう方に対してね、ちょっとね、情報アップデートしてみましたという話でございました。と、はい、いうところでございます。はい。こんな感じでね、ロレックス以外のね、時計に関しましても、まあ、ちょっとね、こういうのもね、私その視聴者さんから教えていただくんですよね。こんなかっこいいモデルがあるっつって。で、私ちょっとね、まあ、田舎者なんで、この吉田さんっていう、時計屋さんね、知らなくてね、まあ、ぜひね、東京とか行った時はね、ほんと行ってみたいなと思います。はい。まあ、今後もね、皆さんからもらった情報をね、まあ、シェアしたりとかね。あと、皆様が、ご購入されたね、クソかっこいい時計をね、シェアできるような、チャンネル目指して頑張っていきますので、もしよければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というところで、はい。本日以上になります。はい。まあ、私もね、今日つけてるのはこれ、クロノグラフのね、ね、タグホイヤーなんですけど、かっこいいですね、クロノグラフって。はい。というところで、以上になります。はい。ムケムケオッケー。ではまた。